フリードリヒアウグストルートビヒフォンデア・マルビッツは、プロイセン王国の騎兵中将にして、政治家である。マルビッツは、ノイマルクの古貴族、マルビッツ家の出身である。同家は1259年の文献に所出し、ランツベルク・アンデア・バルテ近郊、マルビッツ村に出自を持つ。数世紀にわたり、一門の男子の多くが、職業軍人の道へ進んだ。 その中から数百名が、プロイセン軍の士官となり、うち14名が、召喚に達した。フリードリヒ・アウグストルート・ビヒには、彼と並んで著名なおじが二人いる。それは、グスタフ・ルート・ビヒと、フリードリヒ大王から選挙したフベルトゥスブルクの、狩領官で略奪を働くよう命じられ、小判で不況を買ったヨハン・フリードリヒ・アドルフである。また、プロイセン第61不評連隊は、 1918年まで、この家紋の名を冠していた。フリードリヒ・ルートビヒ・アウグスト・フォン・デ・アマルビッツ、フリードリヒ・アウグスト・ルートビヒは、後に、プロイセン国王の自重長となる自重ベーレント、フリードリヒ・アウグスト・フォン・デ・アマルビッツとその妻、ズザン・ネー・ゾフィー・マリー・ルイーゼが設けた5人の子の一人として、生まれた。ベルリン市内、ビルヘルム通りにある一族の邸宅に生まれると、 フリードリヒアウグストは1790年、すなわち13歳の時に、プロイセンのジャンダルム教皇騎兵連隊に入隊した。早くも翌年には順位に昇進し、1802年に中位として除隊している。しかし、続いて1805年と1806年に彼は、ホーエンローへコうフリードリヒルートビヒの副官として、同連隊に復帰した。この立場から、彼は、 ナポレオン戦争で重要な役割を果たす。その一例は1806年、イエナ・アウエルシュタットの戦いの時であった。プレンツラウの要塞が降伏した後、彼は、ホーエンローエコーと共に、フランス軍に拘束された。しかしフリードリヒ・アウグストはデンマークからスウェーデンを経由し、東プロイセンのメーメルまで逃亡に成功する。そこで彼は、当初、 同じくその地へ逃れた国王フリードリヒビルヘルム3世から義勇部隊を編成する許可を得ようと無駄に努力を重ねる。1807年、マルビッツは念願の許可を賜るとナポレオンに対する戦いに参加する義勇部隊を創設した。それは不評300名と騎兵500名より構成されており、当時としては比較的に大規模であった。 同部隊と共に、流言島へ渡ると、彼は、フランス軍及び、ザクセン軍に対するプロイセン軍、イギリス軍そしてスウェーデン軍による、ブランデンブルク編境百両への侵攻に加わる、計画を立てた。しかし、ティルズイットの和訳が結ばれると、彼は、義勇部隊を解散させなくてはならなかった。プロイセン王国は、講和の条件によって、著しく、領土を縮小したからである。 マルビッツは、詩人として荒廃したフリーダースドルフに戻ると、そこで暮らし始めた。ナポレオンに対する敗北に直面し、プロイセン王国は続く数年間、広範な行政、教育及び軍政改革を通じて、国内の安定性を向上させ、変遷した近代的な戦争に対応しようと、試みる。その指導者は、特に広い範囲で、 政治的に左右されない立場にあった帝国騎士尺、シュタインであり、それより一歩後退した形で、後のハルデンベルク公、カール・アウグストが継承した。彼らの政策、特に農民の世襲的侵入関係の解消は、偏京薄領の貴族の激しい抵抗に遭う。マルビッツは、レーブスの領主祖による、衆議会の議長として、反対勢力の指導者の一人であった。 1811年、ハルデンベルクは彼を、フィンク・フォン・フィンケンシュタイン・ハク・フリードリヒともども、反逆者として逮捕し、シュパンダウ要塞に収監したが、その5週間後には、当時、王大使であったフリードリヒ・ビルヘルム4世が介入し、彼を他の者と共に釈放した。1813年、マルビッツは再び、プロイセン軍に復帰すると、ラントベーヤの要請に携わった。 その旅団の一つを、彼は、同年6月7日のビッテンベルクの戦いにおいて、指揮し、成功を収める。そして、マクデブルクの戦いの後、第一級鉄十字章を授かった。1815年に大佐に昇進し、騎兵旅団の指揮を託されると、ナポレオンの百日天下の間その軍勢を相手に、第八、ウーラン連隊を率いて、リニア、 ナミュールで戦い、白羊付きプール,ルメリット勲章を受章している。そしてナポレオン戦争が終わると、彼は、第五騎兵旅団の司令官となった。1817年には少々に昇進し、10年間在職する。1827年、彼は大いに敬意を払われつつ、中将として退役した。その後、1837年に没するまで、マルビッツは、 フリーダー・スドルフの所領を経営する。同時に、ブランデンブルクの衆議会議長として、政治活動に従事した。後に、フリードリ・ヒビルヘルム4世として即位した王大,大使は、恒例に達していた、彼に気遣いを示し、表彰している。マルビッツは、生きたまま埋葬されることを恐れていたので、自身の葬儀について、非常に明確な指示を残した。意外は、 風通しの良い部屋に、はっきりと腐敗の痕跡が現れるまで横たえておき、それから埋葬するものとした。またすべての召喚任命状及び勲章とともに埋葬されることを望み、葬儀の間は自分のサーベルをクッションの上に置き、棺の横に据えるものとした。また埋葬の儀式や葬列についても綿密な決まりを設け、参加者もそれに従った。彼の先祖は、 フリーダースドルフの教会にある一族の病に埋葬されており、マルビッツ自身は二人の妻、兄弟や息子たちと共に、彼が墓地の壁際に作らせた家族の墓地に眠っている。最も古い墓石は、最初の妻のもので、彼が墓碑鳴を書いた。それは次の通りである。ここに、我が幸せが眠る。ブリュール白音が、 カロリーネ・フランツィスカは1783年3月23日に生まれ、1803年5月12日にフリードリヒ・アウグストルート・ビヒ・フォンデ・アマルビッツとフリーダースドルフで結ばれた。彼は健康なまま、1804年3月14日、妻に別れを告げた。幸せな出産から14日後、夫は戻って妻の亡きを見たのだ。彼女は、 自身を知るものすべてとって、喜びであった。政治家としてのマルビッツは、コプロイセン貴族を代表する立場にあった。彼はこれらの貴族の多くと同様に、シュタインハルデンベルク改革の激しい反対者で、ルートビヒヨルクフォンバルテンブルクのように貴族の特権と、その貴族に支えられた国家、プロイセンの危機を見出していたのである。彼の見解によれば、この王国は、 貴族が支配し続けるべきであった。1811年、マルビッツは、レーブスの憲白書を起草した。そこで彼は、ラントレーブスの領主層から国を追え、我々の古い、名誉ある、ブランデンブルクプロイセンが、流行かぶれのユダヤ的国家になるべきか、質問させている。マルビッツがこれらの改革を、流行かぶれのユダヤ的国家とみなしたのは、 それが農民を領主との世襲的親中関係から解き放ち、貴族の荘園を市民も購入できるようにしたためである。それに対し、彼は自身の法的な立場のために政治宣伝を行い、貴族的な大土地所有は同時に支配者たる、法園ソレルン家に取り譲ることのできない権力基盤であると述べた。マルビッツの意見によれば、これらの改革は、 フリードリヒ・ビルヘルム3世が即位した時に、貴族層がかつて、プロイセン国王と交わし、王に、彼らの権利を委ねた、不分立的な契約関係を破るものであった。しかし、プロイセンの改革は、フリードリヒ2世の頃から計画されてきたものであり、シュタインとハルデンベルクによって、部分的に実践に移された。マルビッツはこれによって、貴族より、 はるかに多くの資本を持っていた上昇志向の市民層が所有地の買い占めによって貴族を先祖伝来の土地から追い出してしまうのではないかと危惧した。つまり彼は土地所有にプロイセン貴族の権力基盤を見ていたのである。自身の反ユダヤ的な表現はハルデンベルクの協力者や助言者の中にいたユダヤ教徒への当てつけであった。これをもってマルビッツは 自由化と民主化に向けた一歩のすべてをユダヤ人の影響のせいとする当時広まっていた見方を支持していた。彼は貴族層がプロイセンの古い伝統に従って従来通りに軍全体の士官職を占め国の社会構造の中で優位を保ち続けなくてはいけないと確信していた。これは多くの貴族の関心に沿うものであった。プロイセンにおいては土壌が痩せて 収穫に乏しかったので、相続時の所領の分野が不経済だったのである。それゆえ貴族の一家では、兄弟のうち若年の者が出世するには、士官の道へ進むしかなかった。マルビッツは高齢に達しても、これらの見解を堅持していた。晩年に至ってなお、シュタインハルデンベルク改革がもたらした結果と、戦ったのである。それゆえ、 テオドール・フォンターネは彼についてこう書いている。マルビッツ家はこの国に多くの勇敢な軍人と固い木骨のある人物を与えてきたが、その登場が我々の国内生活の転機となった。フリードリヒルート・トビヒア・アウグストフォンではマルビッツほど勇敢で確固たる者はいない。マルビッツの時代になるまで、プロイセンに政治的な論争は存在しなかったのだ。マルビッツの同時大臣。 フリードリヒアハルトフォンレーダーは1807年、その回想録にこう記す。彼は非凡な人物、そして軍人であり、肉体的にも、精神的にも力強く、騎士道的で、理性と洞察力に富み、再起に満ち、元気で深い知識を備えていた。真のキリスト教徒であった。著名なジャーナリストで、ドイツ帝国初期の主導的な反ユダヤ主義者の一人であった。 ハインリヒ・フォントライチュ家は1880年、マルビッツの性格を以下のように描写した。ブランデンブルクのユンカーの典型にして、最も勇敢な士官の一人であり、軍でも最高の機種で、ブエンリオ、ブアイソそして頑固であった。燃えるような愛国心に満ちるも、厳しい偏見に満たされ、貴族としての誇りの中で非常に愚直に振る舞い、 敵対者の道義的な意見をほとんど信じることができなかった。上述の偏見と貴族としての誇りは、要するに、党に、社会の現実にそぐわなくなっていたにもかかわらず、マルビッツが保ち続けた古い、道義的な立場であった。彼が愛した祖国は、貴族の支配するプロイセンであって、1848年、以前に民主化運動に勤しんだ民主的なドイツでは、ない。 貴族と民衆の双方が並び立ち、ナポレオンと戦ったにもかかわらずである。そのため歴史家のゴードン・クレイグは、マルビッツを市民的な自由主義に対する、両方的封建主義の代表者とみなし、彼の功績を公表している。シュタインは敗北の中にあっても、ドイツの政治の舞台で、支配的な人物であり、プロイセンが、 西欧諸国の取った道へやはり踏み込むという希望の象徴であった。彼は新しいドイツの自由主義の不祖であり、その遺産はドイツで政治運動の力が動き出そうとするたびに呼び起こされ、新たに出版された。しかしおそらく両者のうち、いずれにせよ、プロイセンの終わりと題した本の背景において、より意義が深いのはマルビッツかもしれない。後の国王。 フリードリヒビルヘルム4世が晩年のマルビッツを激章したこと自体が1871年以降のドイツ帝国において営農貴族層が果たすことになる将来的な役割を予見させるものであった。同帝国では1890年以降貴族階級の利害関係から農業者同盟が結成されていた。1918年より後でも 生前のマルビッツが代表していた中部ドイツの貴族的土地所有者は政治的な影響力を保持する。それは特にパウル・フォン・ヒンデンブルク大統領が1932年と1933年ノイデックで緊急命令を発した時顕著に現れた。マルビッツは生前新しいものに効果的に抗った。そうすることによって多くの点で マントイフェルケ、ハンマーシュタインケや、オルデンブルクやヌシャウケといった、ユンカーの責任でもある、プロイセンの伝統的な自由主義の、将来的な滅亡の予兆となったのである。ザクセン選定公領の大臣、ハインレヒフォンブリュールの孫娘、カロリーネ・フランチスカとの間に、一人の娘が、生まれている。モルトケ白女、シャルロッテと1809年に再婚するが、 幸せな生活ではなかったらしい。それでも9人の子供を設け、うち8人が三塾を出した。彼の息子のうち、最も若いベルンハルトは、フリーダードルフの長子相続権者となり、次男は、ブランデンブルクの騎士学校の生徒となるも15歳の時に没した。長男は、子供の頃に亡くなっている。他には4人の娘が残った。 長女のカロリーネ・フランチスカと結婚した。ありがとうございます。